はい、えー。皆さん、こんにちは。たかゆきです、えー。先日ですね、私がアップしました動画ね、えー、旭川の長山中央公園付近にですね、えー、雪の中に、えー、生肉とか冷凍肉をですね、えー、保存して、えー、取り出すというね、えー、検証をしていただいたリスナーさんがいた件ですね。 で私はリスナーさんから動画を提供していただいて、えー、動画をアップしたんですけどもその件についてですね、まあ、たくさんあ不謹慎だとかですね、まあ、何を考えているんだというね声が上がっているようですのでそのことについて、えー、今日は回答したいと思います。アンチとかね、えー、隠隠蔽蔽組織隠蔽団体方法工作アカウント がですね、言ってるのは全然気にしないんですけども、まあ、私どもの応援している、ねえー、皆さん仲間内からもですね少しそういった声もあるようなので、えー、ご回答したいと思いましたおっしゃることはねあの十分に分かりますそのね、えー、仲間内の方が言ってたのは被害者少女も雪の中で、えー、亡くな,ったんですなのでその少女に見立てて肉をね 人間の肉ではないとはいえ、肉をその雪の中に入れて、まあ実験のようなことをするのはどうなんだ。ということをおっしゃることは十分にわかります。私もですね、まあ、動画をアップするにあたって十分悩んでおります。ただですね、今回の実験について賛同をいただいている方はですね、まだ事件が解決していないというふうに思っている人たち。 そして今回の件を不謹慎だ、おかしいとおっしゃった人たちは、もう事件は自分の中で終わっていて、少女への思いを自分の中で温めていて、もう騒がないでほしいと思っている人たち。まあその違いかと思うんですよね。少女の無念は晴れていないですよ。少女は、 殺されたかもしれないのに、自ら命を絶って、雪の中で眠ったわけではないんだとしたら、少女はこのままにしておいてって言ってないですよ。事件は終わりました。もう事件は解決してるんでそっとしておいてくださいって、彼女は言ってないですよ。少女が生きている時に、いろんな SNS の人たちに SOS を投げかけ、 ネット上の人たちに助けを求め、苦しんで苦しんで、呼び出されて家を出た。彼女の苦しみを、あなたたちは見ていなかったんですから。もう一度思い出してください。私の動画を、初期のものからすべて見て見直してください。事件は終わっていません。そのね、ナマニックの動画については、 朝日川いじめ事件、朝日川女子投資事件というね、タイトルは付けておりません。単純にこの事件を風化させたくない。事件を解決したい。動かない行政を動かしたい。反対隠蔽組織を潰したいえ。そして少し荒領事ではありますが、今回の検証の件で炎上することは十分想定できました。こういった騒ぎが起こることによって、また朝日川いじめ事件が少しでも注目されることを祈って、 私は動画にしてアップしました。もちろん、少女に見立てての実験だというのであれば、かわいそうというのは本当にわかります。とんでもない残酷なことをしているなというのはわかります。ただ、少女が受けた、鬼畜な残酷ないじめ、殺害、 についてはこんな生ぬるい検証どころじゃないんだよ。そんな甘いもんじゃねえんだよ。かわいそう不謹慎なんて言ってる場合じゃねえんだよ。動かない浅川市。町ぐるみで隠蔽しようとしている朝日川市。国さえも隠そうとしているのかもしれない。えー、先日の私の検証動画は 取り下げるつもりは一切ありません。これからも、引き続き、旭川女子投資事件追求していきます。ではまたお会いしましょう。じゃあね